さあ、あのー、ウルトラボントックン夏季講習の一部なんですけれどもちょっと携帯を変えて、えー、午前中から、えー、続けて6時間半ぶ続けちゃおうというすごい企画これもね、いろいろこう考えたんだけども。えー まあ一応お盆なので、えー、皆さんもいろいろな家庭の用事とかいろいろあると思うんですねだったら朝から今度は午前、午後に分けないで一気にお盆の時期、えー、時だけはですねやってしまう何もない人はその後と、にかく受験勉強、えー、その後2時間休んで3時間やったらいつもの8時間半をコーす勉強量になります。 でえっと、皆さんのすごいところは、やはり、刑事室のすごいところは、事、え、務、っと、がないときも、自主学習ができるようになってきてるということね、えー、高校生はもうだいぶいろいろな、そういうあれがついてるんですけれども、えーえっと、1、2年生は、まあ、とにかくその午前中やってしまえば、えー、十分ですね、勉強時間6時間半って、なかなかできないですね、1日ね、えー、それをやってしまうということね、受験生はそこを6時間半バねにして、あと数時間家で足せばいいということですね。 数値教,教室でもねはい、えー、そんなわけなのでまああとは、えー、やることを先やってしまう、えー、っと賢者と愚者が何が違うかというとやる順番が違うって言ったよね順番ねやることは同じなんだけども勉強を、えー、自分が遊んでから勉強しする人これ愚者ですよね、えー、なので、えー、同じ えー、夜ただ始めるんだよね、えー6時、6時とか7時頃か、ご飯食べてから9時から、9時頃から始めて、夜中の1時なんてやってる人たち、はいえー、かわいそうですね。えー、やってもあの、網で水をすくうような感じです。穴の開いたバケツで水をく、えーね、汲んで、えー、持ってくるような感じ、はい。君たちは違います。もうびっちりと、あのー 朝の頭脳を使ってやっているわけですから、はい、何倍もの力があっているわけだねそのおぼんとくんは6時から12時半までもやるということねお腹が空きます10時にはおやつを出すということですね特にオプションの13、4、5は豪華宿題をありながら宿題3日間で 10, えと20時間ができるのかなその時間全部宿題します宿題の課題の日です はいえー、13、14、15、えー、特に高校生、これはもう課題がいっぱいあると思うんだけども、その日にもう集中してやってしまう、その日だけはストラテジーも、デ、え、ュ、ー、オンのテストもなし、その日だけはとにかく課題に集中する、わからない課題は、えー、中途半端がバックアップするというような感じでやっちゃいますので、とにかく3日、でまあ、3日でか終わらない場合は14、15、16に多少流す、ず、え、れ、ー、込んでもいいかなとは思ってます。 ま、一日ぐらいはね。はい、と思いますので、え普段やってるうプログラムとちょっと変わります。なので、えちょっとああの頭の中にね、こう、しこりがあるね、あの課題あ、どうしようかなみたいなね、それを解消する日でもあるわけです。えー、ですから、その課題をやることによって、ちょっとあの気が楽になる。 とといい。うことにししてほしい全部ワンナなにしても、やはりその,あの半分、3分の2を終わってしまえば、後半の、えー、時に非常に気が楽になりますね。なので、それを上手に利用して、ウルトラオブン特訓をやってくださいで。それがオプション3、13、14、15で、それ以外の、えー、っとファーストステージ、スタートの10、11、12と、えー、ラストの3日間、16、17、18は、これは普通の書き越しの時間です。というわけで。 大丈夫かな質問があってみてくださいね。申し込みはまだ大丈夫ですよ。えー、まだ。えー